どうもトレインです。本日もマリオカート中継やっていきます。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のノコノコ岬と、よいしょ。でね、本日はキノピーチを使ってね、遊んでいきます。今ね、何時かな、確か8時半過ぎぐらいに撮影してるんですけども、まあ、この時間帯にね撮影するとね、やっぱあれなんだよね、海外の兄貴たちが結構ね多いんだよね。まあ、日本人も何人かいるけども、まあ今日はね、この、まあ、世界、もう文字通り世界部屋でね戦って暴れていこうかなと思います。よろしくお願いします。さあ、ノコノコ岬ショートカットで1位出たので、しっかりとコインを10枚集めて、このままね逃げ切りの体勢を整えていきます。まあ、割といいね、1周目でコイン10枚集まってね、変なラインも走ってないから、割とスースースーと走れてるし、あー逃げ切れるかなと思ったんだけど、トゲゾー早すぎなんだよね。さすがに早すぎて、これさ、反射でさ、自分のこと、いや惜しい、マジで。もうちょっと角度よかったらな。あ、待って、ちょっと待って、ちょっとオランダの兄貴ちょっと待ってくんないかな。ちょっとオランダの兄貴のボム兵やばすぎてさ、いやどうすんのマジで。あんなんさ、置かれたら終わるんだけど、ちょ、赤コーラ早く引きたい。マジで赤コーラ早く引きたいんだけど、あ、これ取られてるっぽいな、今。なんか、表にファイヤーボール出してるから、いや、しばらくは安泰だけどさ、手出せないんだが。結局さ、俺が赤コーラ投げてさ、ファイヤーボール散らされて、死ぬみたいな未来が見えてるからさ、まあ、投げるけどさ、めっちゃ投げたくね。マジ投げたくね。やめてやめてやめて。ごめん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 、怖い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 。ちょ、オランダの兄貴許してくんないかな。待って、落ち着いて。俺は落ち着いてもらって。ちゃちゃ、危ない危ない危ない。そう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 、もう絶対暴れてくるからね。一旦ショート化しよう。一旦ショート化しておいて。いやー、これ、後ろが離れてるから、まあ2以上は取れると思うんだけど、こっからどう伸ばす？トゲゾーもなんか飛んでこなそうだしな、雰囲気的に。一旦インつくか。あ、なんかアウト膨らんでくれてるぞ。これちょっとすりつけられなかったらワンチャンあるか、これ。いいぞいいぞいいぞ。で、赤コーラが飛んできてるけど、これ多分、オランダの兄貴に取ってるでしょ？よーし！ 1！ オッケー！ いやーよかった、今、オランダの兄貴が多分、あれだね、アウトにね、アイテム取りに行ってくれたからこその隙をね、うまいことつけたね。よーし。はい、そんな感じでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ、第2レース目はリボンロード。昨日の動画でも、ここ、走ったね。フレセンの動画なんですけども、まだ見てない方はね、ちょっとね、このリボンロードだけでもね、見てほしいね。結構、展開が熱かったからね。さあ、どうしようかな。ちょっとスターダミスっちゃったんで、アウトのコイン取りつつ、まあ、いい感じに上で競っていきたさはあるんですけども、コインは取れそうだから、一回コインだけ取っちゃおうかな。で、後ろに多分赤コーラ持ってる人いないと思うので、赤コーラ散らしつつ、走っていきます。いいんじゃないかな、緑で。待って、キノコも持ってるんだったら割とこのまま前走っても良さそう感はある。さあ、しっかりとコイン回収してね。えもうほんと、もう無能すぎマジで。もう緑コーラー2つ回してても結局当たるんだよな。待って、トゲゾーは危ないからしっかりと泳げていこう。まあこんなね、信用できないもん回してもしゃあないので、一旦後ろにね捨ててまいります。さあ、キノヨンいいね。このまま前突っ張ってパパパって行きたいんだけど、この近くがね、緑コーラとブーメランでね、かなり危ないので、一旦前出ちゃって戦っていこうかな。さあ、前が、はぁはぁはぁおほほほ散らす。散らすんだけど、これ大丈夫？これミスってないか、これ。あ、バナナ引けたからよかったわ。これ引けてなかったら、赤いコーラの餌食だったね。危ねえ。ダブル交換するつもりで今吐いたんだけどね。さあ、オランダの兄貴来た。オランダの兄貴強いな。キノに回してるな。あ、待って待って、ミスった。待ってミスった。待ってミスった。よくない、そういうミスは。よくないけど、よくないけど、オランダの兄貴を仕留めるなら、ここで赤コーラを引いて、やってやろうかなと思ったけど、キノコ使われて。ちょっと待って。これ、俺もしょられる。危ない、セーフ。ただ、トゲゾー飛んできて。ちょっとこれ申し訳ないな。ちょ、2連続で、オランダの兄貴には申し訳ないが、まあさすがにこれはね。あ、ミスってる。いや、これミスってるけど、キノコ持ってんのか。いや、使ってるね。だったら大丈夫だ。よしよしよし、しっかり防いで、ショートカットもいなそうだね。よーし、チェオケ。ちょっとなんか、オランダの兄貴に申し訳なくなってくるけども。まあまあ、勝ちは勝ちだからね。美味しくいただきますよ。
さあ、3レース目は新マリオサーキット。まあ、とりあえずね、この部屋で一番なんかやりそうなのはオランダの兄貴っぽいから、ちょっとあいつにだけは負けないように頑張っていきますか。さあ、ミニターボしっかりと溜め込んで、いいね。バナナ引いたので、しばらく赤甲羅に通されてやられるような心配はなさそうかな。さあ、SMT も溜め切っちゃって、しっかりとね、パックンをかわしながら走って、参ります。さあジャンプも出して、ちょっとコインが、そうね、最初バナナ引いちゃったから足りてないけども、1位走ってたらね絶対に回収できるので、まあしっかりとね1位維持できるようにね頑張っていきます。さあここはちょっとワンチャンパックに食べられかねないので、一旦ね、あー着地しちゃったけども、1回ミニターボ挟んで妥協していきます。さあ悪くないんじゃないかな。赤コーラ飛んできて消えないから、おっけ、クリボーで消せてるが、クリボーで消せてるが、トゲゾウが飛んできちゃったから、これはバナナ使ってトゲ軽減かましていきたいね。あー、もうバナナの、もうバナナの設置場所が最悪すぎて軽減できてないんですけど、ケツ、あー無理、それマジでそれ無理だな。さすがに横で当てられたらきつくて、そして、前の人がミド3分回してるので、ワンチャンバックスラ飛んできても当たらないラインでかわしつつ走ってるんですけども、いっ一旦キノさんで特攻します。さあどうしようかな。このキノコ持ってても、まあまず抜かせないので、アイテムをぶん回しながらね様子見ていきたいんだけど、いやー緑コーラ2つか、トゲゾ飛んできた、ワンチャンこれは全然爆砂ありえるので、いやそれは無理だぞ、それは無理だぞ、さすがにさすがにそれは無理で、さあトゲゾもしっかりと食らってもろって、あっとジャンプアクションは出てないけども、まあ馬強的には悪くないんじゃないか。いっ一旦ね置いておこう、この真ん中バナナに置いておくことで避けにくいんじゃないの。さあコインに引かないね、こういう最後の場面で防御が厚く引けるのはいいことですよ。さあしっかりと1位、オッケーいや流れいいね、2発目のトゲゾウをしっかり食らってもらってね、最後差し切ると、もう完璧な1位ですわこれは。さあ4レース目はハイラルサーキット。ちょっと今のレースでオランダの兄貴がいなくなっちゃったんだけども、待って、またスタダミスってる、スタダミスってるからラインぐっちゃぐちゃになってる、まあちょっとねオランダの兄貴がいなくてもしっかりとね勝てるところをね見せていければなと思います。さあちょっとミスしちゃってね、ちょっと初動ぐっちゃったけども、まあまあまあいいわ、まあ一旦赤コーラ食らっておきながら、どうしようかな、ちょっとパパッと前戻って走っていきたいので、まあ、かなり危ない場面ではありますけども、まあ、ちょっとが待って、そのバナナ吸いたくないから、これ無理やり前出た方が多分安全だな。よし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 、オッケーオッケー、ちょっとミスってるけど、まあ悪くない出だしなんじゃない。どうしようかな、このキノコ使うかどうかだけど、結局防御いけなかったら意味ないから、まあこれは一旦キノコ使って後ろとの距離稼いで置いた方がいいんじゃいい気がするんだよね。まあ、トゲゾウ飛んできた時に裏目になるんですけど、結局ねキノコ持ってたとしてもこうやってテレサに取られたり、まあ、あと赤コーラ飛んできて裏目になることも多々あるので、まあ、序盤でねこうキノコが安定してこれほじれそうだなっていう場面以外はノラはね割と使ってもいいんじゃないかなと思ってるんだよね。さあしっかりとSMT もため散らかしてゴンより走ってまいります。さあ後ろのヨッシーがねキノコ持ってたりして割と近づいてきそうだから、そこの赤コーラをうまいこといなしていきたいんだけど、全然飛んでこないからちょっと心配ではある。さあトゲゾ飛んできた、これは一旦相手回しますか。ワンチャンクラクション引けたら美味しいんだけど、まあそんなにうまいことはいかず、これ置いた方がいいか、あミスった、はいミスった、はいそのボムヘイ置きミスって、ちょっと2位が濃厚になってきてはいるけども、おいやクラはちょっと無理じゃん、なんかいなくなったちょっと待って、いなくなった、ラッキーラッキーよーし1位、オッケー、まあ、ちょいちょいポカミスはするけども、周りもポカミスするからまあ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 平べったく見て1位よ、よーし。さあ5レース目はデイジーサーキット。なんかさ第6弾のコースではあるけどもさ、よいしょ、あんまりこうデイジーサーキットって走られてるイメージないんだよな。だからなんか結構みんなも勝ち方知らない人多い気するんだよな、意外とこのコース。まあなのでねちょっと僕が
このコースの勝ち方っていうものを教えて差し上げますさあどうしようかな。前へ出たかったんだけど前へ出たかったんだけど結局後ろからになりそうなんで、一旦コイン集めてまいりますか。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりとね10枚まで集めていくことが大事ですと。さあこれはアメリカンズのケツ食いそうなので、ちょっとアウト回りつつ、まあ、先にコインだけでもね10枚にしておきますか。さあ後ろが赤コーラ持ってなさそうなので、まあ、これは一旦しばかせていただきますか。で木野さん持ってるので、まあ、割と悪くない場面ではあるかな。トリド飛んできた、後ろがスター使ってるけど、まあこれはそんなに気にしなくていいんじゃないかな。さあ壁当てながら SMT もしっかりと伸ばしきっちゃって、トゲゾウは食らってくれてるが、これ前出たいけどもね、後ろじゃないな、前、おーいなくなっちゃった、危ねえマジで、奇跡的に耐えたで赤コーラ飛んできすぎでは、まあさすがにちょっとそれはね食らわざるを得ないが、まあ一旦キノコ使ってリカバっていきます。これ2発目のね赤コーラ通されるとちょっと痛いから嫌なんだけど、まあそれでもキノコほじってショトカで使うのが丸いかな。トゲゾウ回避でね保持するのも悪くはないかもしれないんだけど、そうこんな風にね赤コーラ飛んでくることもあるし、ねえそれはダメだって、トゲゾウトゲザンダーは一番ダメなんだってまあこれは一発食らいますか。一発食らっておいて、まあおそらく2位の人が、いやもうちょっとえぐいんだがさっきからえぐいんだがちょっと待って、なんでこれで落ちないといけないの。あ無理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 、終わってますこれ、これどうすんの、マジで終わってるんだけどマジで終わってるんだけど、6位ぐらいで耐えれたらもう結構美味しいよこれもう無理マジでさ、今の展開誰が勝てるねんほんまにどうしようもなかったぞ今のもうこうすれば絶対に負けますよっていう、もうお手本のような負け方したからな今いやーまあちょっと悔しいね、負け方をしましたが、ここでね、もう一度1位をね取ってね暴れていければなと思います。コースは GBS スカイガーデンと、一旦バックスナイプでしっかりと2位のキャナディアンのねカナダの兄貴をしばいていきます。さあしっかりここはねぴょんぴょんね下り坂になってるので、ぴょんぴょんした方が早いですと。さあ後ろがキノコ持ってるけども、まあすぐにね交換してくることもないでしょうから、まあコインも使いたいんでね、おっとボンケ強いな、これは置いちゃおっかな置いちゃった方が強いんじゃないかな。よし2位しっかりと、あー爆撃できてるけども、ちょっとダート噛んじゃったから少し遅くなってはいるが、緑コーラ2つ引いたのでこれはさすがに保持かなっていうのも、スカイガーデンはね、ここのグバのスカイガーデンはねもう見ての通り壁が全く存在しなくて、トゲゾウねじゃあ赤消しが、まあ、まるでできないコースなので、こういうコースほど、まあ、しっかりと防御アイテム持っておくのは大事ですと。これはねトランポリンの上で受けたいな。そうすることでちょっとピョンって跳ねてくれるので、あ待って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 、ドリフト入ってない、待ってドリフト入ってない、ちょっとこれは痛いか、しばくしばきたい、オッケー、ボム兵でしばき、あーごめんごめんごめん、分かった1位譲るわ、2位は欲しい、でも2位は欲しい、ごめんもうちょっと欲張っていいから、欲張ります、1位くれ、よし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 、1位よしよし、いやーマジで欲張っていくこの滑り込みですよ、スーって滑り込んで1位もらうんですよねさあ7レース目はパックンシンデー、まあここでね、あまあ総力の限りを尽くして1位を取ってかっこよく締めていければなと思いますさっきからね1位取ってはいるけども、なんかちょっとね、自分のミスも目立ったりしてちょっと恥ずかしいのでねここでしっかりと決めていければなと思います。さあしっかりとここのニスクもね、よいしょ、可憐にぶち決めていきまして、ミニターボもしっかりと、あーコイン取り逃しちゃったけどまあいいわ。さあゴンよりねコインも速攻使って逃げ切りの体勢を整えていきます。さあここもよいしょ、ミニターボしっかりと出しながら、よいしょ、さあここもねバナナ置きつつアイテム交換して、おっと緑バナナか、どうしようかな、コイン出る想定で走ってたけども、まあ一旦これ保持でもいいかな。さあしっかりとコインも
ちょっと待って、コイン回収下手すぎるわ、ちょっと。一旦落ち着こう。まあでも、このコイン回収がなくとも、もうすでに1周目でね、この差ですよ。もうゴンニョリ逃げ切って、1位いただきますよ。さあ、ここはちょっと壁消しできないので、しっかりとね、バナナを、じゃないな、緑コーラを使って、防いでいきます。さあ、ここはね、ちょっと回していきますか。さあ、バナナヒーター。てか、すごい離れ方してんな。すごい離れ方してますけど。さあ、ここもニスクです。ふっ!よしよしよし、しっかりと、ニスクぶちかまして、もうゴンニョリゴンニョリ差を開いてね、やばすぎだろこの差とんでもなく逃げ切っております。さあミニダボもしっかり溜め合わせて、ここで怖いんだよね、クロスするからなんかたまに引かれたりするんだけど、まあ、今回は大丈夫でしたと。さあここもショトカーニスクあるんでね、ふっよしよしよし、しっかりニスクもぶち締めていいんじゃないの。今日はリスク全部決まってるね。さあ、サンダー振った。ただ、2位とか3位のね、上位あたりが、そんなに回避してないし、アイテムも過ぎてるのでね。まあ、これはね、正直、峠像を食らっても、負けないんじゃないかな。一応ね、赤コーラ、テレサに捕らえて、赤さん通されたりしたら、まあ、ちょっと嫌なんでね、ここはコイン使わずに、テレサ回、テレサケアをしつつね、耐えていきます。さあ、それでも誰も追いつかずに、そのまま、よし !1 位 !OK! 圧倒的大差での勝利、よっしゃまあまあ、宣言通りね、もう総力の限りを尽くして1位取れたのでね、もう気持ちよく本日はね、終わっていこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。